everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora, Nagoya.皆さん、グッドイブニング。午後10時になりました。FM79.7 メガヘルツ、FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから、旧名古屋お送りいたします。番組名、旧名古屋は、FM ギノワンがある、ギノワン市旧名と、名古屋を組み合わせた造語です。名古屋の情報を、沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。MC は、ラジオが好きで投稿生活に浸っている私、みそにこみすきーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている、滑り王子、マスクマンですが、今日は、来てますね、ちゃんと。いますよ。はい、いますよ。はい。そして、深夜ラジオにハマり、ラジオは生活の一部にしている名古屋のダンサーズでお送りいたします。今週のテーマがあります。今週のテーマは果物フルーツ。いつもながらちょっといい発音してるね。で、片野さんに勝てるかな。そうかもしれない、はい。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リッスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は、名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは、名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重について魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組の提供は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城話社の R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。はい、今週も始まりましたよ。キユナゴヤですね。たくさんのメールをね、いただいてますんで、今日はみそちゃんからいきますか。はい、じゃあ早速いきます。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、そしてすべりおじさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。読谷村からフルムーンいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマフルーツですね。思い浮かぶフルーツは季節によって変わりますね。やはり今の季節ですと梨や柿ですかね。昨日食べました。美味しかったな。特に柿は大人になって大好きになりました。私、自分から果物の皮を剥いたり切ったりすることをめんどくさがる人なんです。切り分けられた果物は喜んで食しますが、自分から進んで切り分けようとしないのです。嫌な人ですね。では番組最後まで聞いてますね。いやいやいや、もう王子もね、あの羊がいつもね、剥いてくれてますんでね。羊剥いてくれるんですか。本当にそうですよ。あのね、そうじゃないと食べれないんですから。はい、じゃあこちら行きたいと思います。ハイタイ、ダンさん、みそさん、すべり王子様、沖縄からアイスプリンです。ありがとうございます。ありがとうございます。果物、今年の春に初めて沖縄県宜野田村にいちご狩りに行ったんです。
それまでは沖縄のいちごなんて内地のいちごに比べたら大したことないって思ってたんですよね。そんな期待もしないでいったら、なんということでしょう。甘くて美味しくってパクパク止まらないんです。宜野座村のいちごちゃん最高だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。宜野座村ですね、私も道の駅でね食べたんですけど美味しかったですよ、すごく、うん、あ、そうですか、美味しかったですよ、うん、王子多分食べたことないかな。王子ないかもね、うんうん、誰か送ってふざけるな。はい、次行きます。皆さんこんばんは、鶴ヶ島カーズ兄です。先週は大変お世話になりました。あ、こちらこそありがとうございます。先週来ていただいて、次の日はカフェテリアバネサが定休日というアクシデント、端までもう一泊して美味しいコーヒーモーニングを堪能して帰りましたよ。そして自分の中で果物の王様は梨です。手のひらより大きいずっしりした梨、かじった時のじゅわーっと広がる果汁がたまりません。千葉県産の梨が大好きですね。収穫時期になり店頭に並ぶとウキウキしてしまいますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、各都道府県のね、あの、まあ、名産っていうんですかね、うん、美味しい果物あると思いますんで、うんね、そういったものがあったらね、王子にどしどし送ってくださーそのものを呼ぶ気しちゃダメよ。あ、そう。あ、じゃあ続いて、はい、泉佐野の特急サザンです。ありがとうございます。ありがとうございます、今の季節で食べたい果物はやっぱり柿ですね。僕は柔らかい柿より硬い柿の方が好きです。今年はまだ食べてないから早く食べたいですね。硬い柿、うん、あのね、王子はね、あの、結構、あの、昔ね、あの、じいちゃんばあちゃんがですね、あの、渋柿をですね、焼酎につけてですね、あの、それがもうダラダラになるまでね、熟成させるっていうのかな。うん、ね、そういうちょっとダラっとしたのがね、好きでね、甘くて美味しかったですよ。柿って硬い葉と柔らかい葉ありますよね。そうですね。ね。はい、じゃあ次行きます。はい、こんばんは、しまなわの周年祭、わざわざ名古屋からありがとうございました。感謝です。ありがとうございます。しまなわさんです。はい。ね、周年祭週末ありまして、そうですね。はい、名古屋、名古屋から名古屋、はい、名古屋から名古屋、この3連休に行きましてですね。はい。ね、盛り上がりましたね。そうですね。MC の三河さん。三河健一郎さんが出たっていう、ね。三河さん面白かったですね。豪華でした、豪華でした。はい。はい。さて、今夜はフルーツの話ですね。大変、あ、すいません。だいぶ昔に、香港に行った時に、マンゴスティンが路上の販売で安く売ってて、何気に買ったマンゴスティンがとっても美味しくて、それに安くて、買ってはベンチで食べて、また買っては食べての繰り返したことがあります。あれから沖縄などでもお見受けしますが、あんなに美味しいのはまだお目にかかってないかも。中国の楊貴妃が早馬で届けさせた好物との話があったような。マンゴスティンは冷やしたり冷凍にしてはかなり味が落ちますね。またいつかそんな美味しいのを食べてみたいですね。名古屋でも見かけることがありますか？ということで島名さんからいただきました。いや、なんか、はい、なんかないですね。マンゴスティンはなかなかない。冷凍しか自分も食べたことがないです、ええね、すごい生なんですよね、きっと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ、もう一ついいでしょうか。はい、こんばんは、初めての投稿です。神奈川のまゆです。ありがとうございます。周年祭でもお会いいたしました。はい、ダンサーズさん、みそさん、今回沖縄では大変お世話になりました。お世話になりました。楽しい時間を共有できて最高でした。さて、私はシャインマスカットが大好きです。でもスーパーに並ぶと高くて、それがなんと食べ放題のバスツアーがあり、友達4人で飛びつきました。おー、やった。あの憧れのシャインマスカットが、なんと食べ放題。朝からワクワクバスツアーが始まり、いくつか見学した後、お昼はぶどう園でバーベキュー、お腹いっぱい。まさかのその後のシャインマスカット食べ放題。それも一房がでっかい。食べられないよ。4人で一房分けて終わり。そういうわけね。うまくできてる。食べられないさ。そんな大好きなシャインマスカットとの切ない思い出です。では季節の変わり目、皆さんお体ご自愛ください。ということです。ありがとうございます。
バスツアーでこう一通りいろいろ食べてからのシャインマスカットってことで食べれなかったっていう。そういったツアーがあるんですね。あるんですけど、うまくできてるんですよね。大体、いろんなものを食べてからのフルーツみたいな感じですよね。かなりね、お腹いっぱいになっちゃいますね。そうですね。はい、じゃあ続いて。はい。はい、たい。名古屋チームの皆さん、こんばんは。プレミア12、侍ジャパン、負けるな、アレックスです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミラクルミナルじゃなくって、ミラクルフルーツって知ってますか？これを食べる。誰かのラジオネームかと思いますね。誰かのラジオネーム撮ってますよ。撮ってますね。これを食べると、酸っぱい今夜も王子いますか？あ、ごめん、間違えた。酸っぱいレモンも甘く感じさせる。人間の味覚を狂わせるフルーツ。これがミラクルフルーツですね。私もあなたの心を狂わせたい。今夜も王子いますか？なんかね、ドキドキしちゃいますよね。もうアレックスさんのね、メール読んでるとね、行飛ばしちゃいましたよ。今ちょっと動揺してたね。動揺しちゃったよ。またね、これからがすごいんですよね。実は今日は私の中村明が誕生日なんです。ね、ソフトバンクホークスの選手ですね。私のっていう。私のになってますけど。ね、そんな日に、明に言われたいセリフ、お願いいたします。はい。じゃあ、はい、はいね、どうぞ。王子が言いますよ。アレックス？アレックスと誕生日を迎えて嬉しいよ。ごめん、ちょっと噛んだ。また噛んでるよ。次行きますよ。ね。誕生日のプレゼントは、君でいい。ケーキも食べて、君も食べたい。と、アキラに言われたいです。ね、アレックスさん。ちょっとエロい。どうでした？あのね、これをね、言われちゃうとね、もう、王子もたじたじ。胸がバクバクしちゃいますよ。ふざけるな！はい、ツイキャスもいろいろ来ています。シュープリームさん、こんばんは。ガクガク震えながらパンイチで聞いています。服着てください。ねえ、寒いんですね。寒いですね。オガチからもしさん、こんばんは。今週も楽しみにしていました。ありがとうございます。ミネラルミラクルさん、こんばんは。マスカット食べながら、キユ名古屋聞いています。いいですね。フルーツ食べながら、ラジオ聞いていただいてて。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄にワンチュールさん、ギノガルフからツイキャス続行。名古屋の皆さん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。トコナツーコンさん、こんばんは。この前フルーツ食べたのは、近町で5月に食べたパイナップル。ということで、あ、泉さんの特急サザンさんもこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ではではメールいきます。はい。はい。神奈川のみっちゃんです。ありがとうございます。初めてですね。はい。皆さんこんばんは。神奈川から初投稿です。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、沖縄では楽しいひとときをありがとうございました。ありがとうございます。ございます。こちらこそお世話になりました。ね、みっちゃん、面白い舞台のショーが、はい、昭和の曲を歌うっていう。ねえ。錦野明。そうそう、錦野明さんでしたね。ね、うん、面白かったです、はい。さて、今夜のテーマ、フルーツといえば沖縄ですよね。初めて見るようなフルーツが盛りだくさんで、ちょっとチャレンジするような感覚ですよね。まだまだ食べたことがないものもいっぱいあるので、少しずつ冒険します。では、一気に寒くなってきました。体調には気をつけましょうね。iPhone から送信。はい、ありがとうございます。沖縄ね、たくさんフルーツありますよね。そうですね。今回はドラゴンフルーツを。あ、そうそう、ドラゴンフルーツをね、はい、道の駅で買って。東村。東村のね、うん、はい、はい。美味しかったです。美味しかったですね。うん、ピンク色でしたね。もう中白じゃなかったね。あ、赤ですよね。赤色でした、ね。そうですね、うん。美味しかったですね。美味しかったです。まだまだいろいろフルーツありますね。はい。はい。ということで、はい、一旦 CM に行きますかね。あと1通いけますね。あと1読みます？はい。はい、じゃあ行きます、はい。モーラです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。キユ名古屋のお三方、お疲れ様です。沖縄も秋らしく、夕方の帰宅時はとても涼しくなりました。秋のフルーツといえば、最近食卓に毎日出てくるのが柿です。梨もいいですね。こっちにはないけど、いちじくも大好きでしたよ。沖縄だとシークワーサーやスターフルーツもいいです。
フルーツは何でも美味しいですね。頑張ってください。それではまた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ということでね。スターフルーツも美味しいですよね。スターフルーツこの前食べたら甘かった。スターフルーツ？はい。スターフルーツ、あの、切ると星型になってる。あ、はいはいはい。はい。わかりますよ。わかりました。わかりました。わかりました。はい。はい。ということで、じゃあ前半戦は以上ですね。はい。はい、次、続いてはね、続いては名古屋栄養コーナーがありますよ、はい、ということで一旦 CM でーす。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら、日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム、ザ・カバーズ、好評発売中。キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。今回のテーマはフルーツ。愛知県ではぶどう、柿、梨、メロン、いちご、さまざまなフルーツが栽培されていますけれども、生産量日本一の果物があります。それはイチジクです。先ほどメールにもいただいてましたけれど、モーラさんからね、イチジクも大好きでしたよということでね、うん、愛知県イチジク日本一です、生産量。そして4月から8月はハウス栽培、8月から11月は露地栽培と長期間で回っています。主な品種はドーフィンやサマーレッド、希少種には白っぽいホワイトゼノアなどがあります。で、愛知県の中で最も多く栽培されているのは安城市です。イチジクはタルトやコンポートなどのお菓子もいいですけれども、生ハムと合わせておつまみとかサラダもいいですよ。うん。王子はイチジクはどんな食べ方しますか？まあシンプルにですね、もうそのままですよね。うん、ね、王子もね、昔よくですね、安城の方の方からね、いただきましたね。うん、食べたことあるんですけど、今やっぱりスーパーなんかでね、見ても結構高いお値段してますね。だからね、まあ、イチジクってなると、もう、こう、いただき物が多かったもんですから、もう買わなくてもいいのかなと思ったんですけど、最近はね、なかなかね、手に入らなくてね、スーパーなんかで見るとね、結構いいお値段してて、高級品だなっていうふうにね、思いましたね。そう、実はですね、愛知県では割と安くね、手に入るんですけれども、やっぱりその、スーパーっていうか、このね、なんで、ちゃんと梱包、ね、包装されたものっていうんですか、県外ではね、結構高級フルーツとして出回ってるそうです。あれ美味しいですもん、本当に ね。やっぱりあれもね、ちょっと硬い目の方が好きな方と、こう、ちょっとね、熟してね、っていうね、じるってこう、飲めるぐらいの感じのね、食感っていうんですかね。まあ、王子はちょっとやっぱりね、何でもこう柔らかいのがね、好きなもんですからね。別にね、歯がないわけじゃないよ。あるよ。
ね、でもちょっとそういうね、なんていうのかな、ちょっとこう、とろみがあるような感じの時の方が好きですね。うん、で私も結構子供の頃ですね、その畑にイチジクの木があって、よくね、夏の終わりから秋、ちょっと寒くぐらいかなっていう時までね、実がなっているので、よく食べてました、うん。本当にその一つの木の中で柔らかいのとか硬いのが、硬、うん、いのって言ったらですね、ちょっと、柿と一緒で固めのものだったり、ね、うん、そうですね、歯応えがあるって感じですよね。ね、結構なってて、うん、でもやっぱりこうやって小さい頃に普通になってたっていうところを考えると、やっぱり名古屋に愛知県にはぴったりの気候なのかななんて思います、うん、そうですよね、やっぱりそういう気候もありますね、はい、こう土壌の環境なんかもありますけど、うん、最近みそちゃんね、はい、まあ、小さい子供さんなんかでも、まあ、野菜嫌いの方多いじゃないですか、うん、今やっぱり聞いてみるとね、お子さんでね、フルーツ、ええ、まあこう果物がね、ちょっと食べづらくなってるっていうね、子供たちが多いみたいなんですよね。やっぱりその、いろんなこうお菓子とかジュースとかこう添加物でこう味をつけてることが多いじゃないですか。うん、で、それに慣れちゃってるのかな。だから自然な、ね、ナチュラルなこの味がこう酸っぱいとかね、酸味があったりとか、なんか味がちょっと合わないっていう風で、なかなかね、みんな食べづらいっていうね、お話を聞くことがありますんで、ね、本当はね、栄養があってね、ね、もっとその、自然の甘さとか、そうそう、酸味とかね、うん、そういったものをたくさん味わえるといいですよね。そうですよね。小さい頃って大事ですもんね。うんうん、だから風邪なんかひいた時なんかはね、こう、オレンジなんかのね、ビタミンなんか取ったりするとね、うん。天然のビタミン C ですよね。そうそう、うん、そういうの必要だと思いますんでね。うん、まあ、だいぶね、いろいろ今とまた環境がね、昔と今では変わってますけどもね、どんどんね、皆さんね、美味しい果物をね、一時、あ、ごめんなさい。噛んだよ。ね。はい。愛知県は、いちじくが日本一ですけどね。そうね。皆様の県のところにも日本一のフルーツがあると思いますので、生産量。ぜひぜひ味わってみてはいかがでしょうか。ということで、今日は名古屋の栄養、名古屋は栄養コーナーは、いいよね。ええよね。いちじくでした。はい、続いてまたね、メールをね、ご紹介します。はい。みそさん、ダンサーズさん、名古屋の木枯らし1号。え？木枯らし1号ってなんだ？はい。書いてありますね。滑り王子マス君は、あら、わ、私のことですね。格好が気になってる。ねえ、こんばんは。ツイッターでは番組開始から参加していますが、11月になってようやく初メールの沖縄チュールです。ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、メールは初めてでしたね。そうですね。さて、大阪のフルーツといって、他県に聞くと、思い浮かばない方が多いかもしれませんが、実は大阪南部の河内と泉州に隠れたフルーツの名産があります。それはブドウと桃です。おー、主に河内地区ではワイン製造に適している土壌があることから、デラウェアなどの、品種が、盛んで、種なしデラウェアは大阪が発祥。また桃は主に泉州地区の岸和田市で栽培され、金近の桃というブランドで、シーズンになると関西のスーパーなどで販売されています。ああ、そうなんですね。やっぱりいろいろね、地方によってね、なかなか自分の知らないところで、はい、ぶどうも桃も山梨や岡山のイメージが強いかと思いますが、知られざる大阪のフルーツの味は、この味の、府民でも、うならせるもの。まあこれなかなか素晴らしいってことですね。でも値段は少々高いですけどね。汗。では最後までファイティング。ありがとうございます。ありがとうございます。では、進撃のめいちゃんからメール来ています。ダンさんとみそにさんとマスク王子。ダンさんが映ってませんが、ツイキャスで映ってないけど。あ、いますはい。めいちゃんでございます。いますよ。ありがとうございます。はい。ではでは。ではでは。
フルーツ。あれ今日エコーかかってるね。ね、あ、実はめいちゃんエコー付きでって書いてある。フルーツで一番大好きなのはパイナップルや梨が大好きです。毎年埼玉に住んでいる親戚から20世紀梨一箱送ってくるので今から楽しみです。そしてマスク王子が来沖するのはいつになりますか？だよね。サイン入り写真欲しいです。笑い。ではでは楽しく聞かせていただきますね。これなかなかあの危険なものが、ね、欲しがる方ですよね。よかったですね。サインが欲しいそうですよ。はい、ツイキャス、北海道のじゅんちゃんさんから、こんばんは、出遅れました。まあまあ、果物は スイカが大好きです。はい、今年初めて泣き人スイカを食べました。って泣き人のスイカ美味しいですよね。美味しいですね。私もいただいたことありますけども。冬だったっけ、ね、結構寒い時期に食べましたよね。はい、いただきました。うん、ありがとう。美味しかったですね。ね、はい。常夏ウコンさんが、イチジク沖縄ではなかなか見かけないなって。そうでしょうね。この沖縄ですと高級なところになると思います。あの、もう、パレットなんとかっていうところで、では売ってると思いますけど。ああ、ね、デパート行ったら売ってますかね。はい。はい、小勝からもちさん、早口言葉、イチジク3回っていうことで、はい、イチジク3回。イチジク、イチジク、イチジク。あ、言えたわ。なかなかやるでしょ。やるね。はい。沖縄にゃんちゅうさん、都会のイメージが強い愛知だけど、県東部の三河では農業が盛んですね、ということで。そうですね。ね、はい、実は結構ね、はい、梨とか、柿とか栽培されてます。そうですね。はい。続いてですね、はい、トニモン団長からメールいただいてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。皆さんは、静岡県にある、浜松フルーツパークに行かれたことはありますか？私も一昨年、浜松フルーツパークに来ましたが、季節のフルーツ狩りができて、持ち帰りもできるんです。私が行った時は、巨峰狩りのシーズンで、巨峰狩りをしました。浜松フルーツパークの LINE 登録すると、入園割引や最新情報が送られてきます。ちなみに、最新情報だと、みかん狩りと柿狩りができるそうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあいろいろこう。浜松フルーツパークですか。うん、ね、いろんなところでこういうふうに登録するとね、いろんな情報をね、もらえてね、それこそ本当に最新情報でね。ね、季節によって結構フルーツがいろいろあるんですね。巨峰、夏は巨峰ですよね。うん、はい。はい、ありがとうございました。はい。はい。では、来週のテーマ。パン、ブレッド。パン、ブレッド。あなたが好きなパン屋さん、おかずパンなどなど、いろいろパンについて教えてください。ということで、はい、来週のテーマはパンでよろしくお願いします。はい。はい、この番組の提供は、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バイサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方、絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭中首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。じゃあまた来週。また来週。あら、もう終わり。はい、早い早いね、今日 ね。